マルチジャンルホラー TRPG。インセインをプレイします。インセインってホラーだったんすね。知らなかった。シナリオはいただきものかつネット上に公開されている。予知夢の先はヤバヤバのヤバ。これはギャグシナリオですね。と思うでしょ？ちゃんとホラーしてますよ。公開サイト名は日々とともに、キャラ名を教えてください。アイザックロス。セイラの。ヒポポタマ川チゲ鍋です。鍋編って書いてチゲ鍋って読むの？そうですよ。関西では常識です。シナリオ概要読んでいい？どうぞ。みんなで怖い夢見た。超怖い。共通の友人の樋口健太郎くんの妹のお友達が行方不明なんだって。怖い。その上アイザックロスが行ってないところに健太郎くんのお友達が行ってるの見たって言ってたよって聞いてくるの。めっちゃ怖い。俺が知らないとこで俺がどっかに行ってんの？大変。やばやばのやば。どうしよう。夢はなんか本当に起こりそうだしどうにかしないと。ちなみに妹の名前はあかねちゃんでお友達の名前はあきほちゃんって言うんだよ。みんなずっともだよ。なんやこれ。PC たちはギャルであることを想定されているのかもしれません。俺の食料用心棒なんだけど。へぇ？それが何か？いや、なんでもないっす。皆さんは NPC である樋口健太郎くんと友達です。皆さん同士も友達です。健太郎くんの妹である茜ちゃんとは話したことがある程度の仲です。これ俺の年齢マイナス10歳ぐらいした方が溶け込みやすいな。狂気カードは12枚。すべてなくなるとゲームオーバーです。真相にたどり着けなくてもゲームオーバーです。結構難しいな。ところで皆さんの年齢はいくつですか ?21。17ぐらいにする？いえ、NPC が PC たちの年齢に合わせます。シナリオにそう書いてあります。100歳ぐらいにします ?5 歳ぐらいもいいですね。ただシナリオ上学生の方が望ましいですね。50歳ぐらいの学生でも構いませんけど、花のキャンパスライフー。21で。じゃあ俺も21。それでは導入です。全体導入を行い、その後各 PC の導入を行い、もう一度全体導入を行います。丁寧丁寧丁寧。まずは全員、夢を見ています。はいはい。ぐちゃり。水音の混ざった音は、聞いていて気持ちのいいものではなかった。何度も聞こえるそれによって、原型をとどめなくなっていく。そいつは凶器を何度も何度も振り下ろし、それはもはや人だったのかもわからなくなる。そして肉塊は声を上げることも、動くことすらなかった。フードを目深にかぶったその人物は、こちらを見るとにやりと笑った。全員夢で恐怖判定を行ってください。乗り物で10以上で成功。人類学9以上。同じく10以上で成功。これは全滅しますね。おお、成功した。危ねえ。失敗した人は狂気カードを1枚引いてください。嫌です。ダメです。嫌です。しょうがないな。じゃあ2枚引いていいですよ。1枚引きます。トリガーをよく確認しておいてくださいね。おもちゃの銃ぐらい簡単に引けるトリガーだね。ところで皆さんの性別は何ですか？性別に関する狂気カードがあるんです。男です。メスです。男性よりの女性です。はい、アイザックさんの導入に入ります。はっと目を覚まし、あたりを見渡すと外はまだ暗かった。ひどい寝汗をかいている。とても不快な夢を見た気がする。妙に喉が渇いている。水でも飲もうとあなたはキッチンへ立ち、コップに水を注いだ。喉を潤し、気分を落ち着かせる。そうして半分ほど減ったコップの中身を見下ろしたその瞬間、水面に夢で見たフードの人物が見えた。ゾワリとする背筋に、思わずあたりを見回しても自分以外には誰もいない。描写は以上です。あとは好きにやって好きに締めてください。こっから動くんか。21歳の悪い夢を見た朝、換気扇の前に立って、タバコに火をつける、額の汗を拭って、水。はこの流れで飲みたくねえなぁ。悪夢を思い出して水を避け、冷蔵庫の中に箱で買ってあるエナドリを一本取り出す。カッシュ、ごくごくごく。ああ、カフェインの神よ。どうか我を救いたまえ。管理マリアン。狂気カードが顕在化してますよ。タバコを吸いながらのエナジードリンクは効くぜ。中毒なんだよなぁ。悪夢を忘れるため今日の予定を思い返しながら、俺の導入は終了。次にテイラノさん。はい。ピピピピというアラームの音で目を覚ます。ぼんやりとベッドの中で先ほどまで見ていた夢、フードから覗いた顔を思い出し背筋を震わせる。夢にしては妙にリアルで、こびりついた恐怖心が離れない。気分を変えるためにも、着替えて外に出よう。あの夢の光景は、早く頭から消し去りたい。ああ、変な夢見たな。とりあえずエナジードリンク飲もうか。カッシュ、ごくごくごく。よし、気晴らしに仮にでも行くか。着替えて仮剣ランニングに向かいます。着替え？ドスンドスンドスンと仮に向かいます。ウンバホー。これ舞台は原始時代ですか？現代だと思ってやってたけど。シナリオに学生という単語が出ているので原始時代ではないです。まあ現代じゃないですか？現代でいいと思います。現代でいいのか？続いてヒポポタマ川チゲ鍋さん。空にはすがすがしいほどの青空が広がっている。しかしヒポポタマ川チゲ鍋の気分は晴れてはいない。曇り空の方がぴったりという気分だ。そんな気分を少しでも変えようと外に出てきたはいいものの、一向に気分は晴れない。
ふとあなたがいつものように胸元に手をやると、いつも身につけていたペンダントがないことに気づいた。え、寝てる時もしてんの？夢は見ていましたけど寝ていたとは描写されていません。白昼夢かな？夢からこのシーンまである程度時間が経っていると考えるのが自然でしょうね。私も何かしら栄養剤を決めたいですね。こいつら全員依存症だわ。3人とも病院に行った方がいいよ。ひどい夢は見たし、ペンダントはないし、気分は上がらないし、ヨーグルってでも決めるか、ポリポリポリ。やってられないわ。っていうか私のペンダントどこに行ったんだろう。あそこで走っている恐竜が持っているんじゃないかしら。ドスンドスンドスン。白亜紀の音がする。なんか目決まってるし、うんばほう、うんばほら、シーン終了です。最後にもう一度全体導入です。3人はどういう集まりなんだっけ？モンスターエナジー同好会だ。同好会というよりも宗教。エナドリ同好会の方が汎用性が高いかな？どんな活動をしてるんだよ。どのエナドリが1位か、とか話し合ってる。モンスターエナジー派とレッドブル派で対立してる。勢力は小さいけど千代ビタ派もいるよ。千代ビタはレギュレーション違反してるからダメ。3人と同じエナドリ同好会の一人である樋口健太郎から LINE で連絡が来ます。どうしたんだろう？新しいエナドリでも見つけたのかな？妹の友達が帰ってこないらしいんだ。直接話して相談したいんだけど、会えないか？会おうか。妹っていうとあの鼻からモンスターエナジーを吸っているあの妹？その妹だ。海外産のエナドリを仕入れに行ったんじゃないの？妹ならその線が濃厚だが、いなくなったのは妹の友達だ。年頃の子だし口を挟むようなことじゃないかもしれないが、一週間連絡が取れないというのはまずい。一週間レッドブルを飲んでいないのか。それはまずい。見つけ次第レッドブルを飲ませてやらないとな。警察には連絡したの？ああ。親もレッドブルを片手に探し回っている。それが原因で家出したんじゃないかな。ところでアイザックは最近近くの廃校に行ったか？行ってねえよ。そうか。友達が廃校近くでアイザックを見たって言ったから、てっきりいなくなったアキホちゃんを先に探していたのかと。アキホちゃんってのはどういったやつなんだい？妹の友達だ。アキホちゃんは何派だい？なんということだろう。緑茶派なんだ。あら。でもカフェイン量だけならエナドリよりも緑茶の方が高いしな。アキホちゃんが一番ヘビーな可能性がある。序列が決まりましたね。でも他の成分量が違うからな。そんなお礼とかはちゃんとできないけど。アカネも元気ないし、時間あったらでいいからさ。探しといてくれよ。俺もなんか変な夢見てちょっと気分良くないっていうかさ。やっと不安ってのが出てるのかな。ちなみにどんな夢？どんな夢かっていうと、ピシャリ、水音の混ざった音は、聞いていて気持ちのいいものではなかった。何度も聞こえるそれによって、原型をごめん、もういい。もうわかった。夢の恐怖判定にはなんとか成功したよ。で、今後も連絡を取りやすくするために、お互いの居場所がわかるようにしておかないか？連絡を取りやすくしよう。樋口健太郎は PC たちの居所と樋口健太郎と樋口茜の居所の交換を持ちかけます。やだな。まあ、いいだろう。私も教えるよ。私はあなたはロボットではありませんか？っていう質問が来た時に深く考えてしまって答えられなくなるから教えられないです。私はロボットではないのか？本当はロボットではないか？ログインできなくなるやん。これだからチオビタ派は。モンエナ派は何でもすぐ信じる。それではアイザックとテイラノは樋口健太郎と樋口茜の居所を獲得しました。ハンドアウト、樋口健太郎、樋口茜、夢、廃校、が公開されます。樋口健太郎、概要、あなたは3人の共通の知り合いだ。あなたは誰かが誰かに殺されている夢を見た。あなたには妹がおり、その友人が現在失踪中だ。あなたの使命は妹の友人を探すことだ。樋口茜、概要、あなたは樋口健太郎の妹だ。最近親友が失踪してしまい、不安に襲われている。あなたの使命は親友である秋穂を探すことだ。夢、概要、3人が全く同じ夢を見ていた。目深にフードをかぶった人物が不必要なまでに誰かに凶器を振り下ろしていた。その凶器が何だったのかはもはや関係ない。なんであろうと、そいつは相手が誰かわからなくなるまで、その行為を止めなかっただろう。廃校、概要、健太郎の友人がアイザックロスを見たらしいと言っていた廃校だ。取り壊されずに残っている。一部柵が壊れているようで、出入りしたような跡がある。なるほどね。とりあえず周囲を探索するしかないか。ここからスタートか。その前にお互いの使命を公開することをおすすめします。そうっすね。ポポタマガワチゲ鍋の使命。なんかやばい夢見た？誰かが誰かを殺しててマジやば。知ってる人なのか知らない人なのかわからないけど、もうあんな夢見たくない。しかも超大切なペンダントなくすし最悪。あなたの使命はペンダントを手に入れることだ。テイラノの使命。奇妙で不快な夢見てやばい。そこに出てきた人に覚えはないけど、フードからなんかちょっと見えた顔めっちゃ怖かった。すぐにでも忘れたいのに全然離れないよう。あなたの使命は夢で見た光景を忘れることだ。アイザックロスの使命。なんか超怖い夢見た？めっちゃ疲れるし怖いしやばい。しかもあの夢で殺されてたのってもしかして。
自分、なんか知らないとこで自分を見たっていう目撃情報もあるし怖い。このままじゃ絶対ヤバいよ。あなたの使命は夢の不安を取り除くことだ。こいつら IQ 低くね。IQ が低いんじゃないんです。ギャルなんです。ギャルならしょうがないな。それでは1サイクル目に入ります。これ俺めっちゃ重要ポジじゃね？アイゾックロスの秘密。ショック、全員。あの夢で見た、殺されていた人物。あれは自分ではない。いっそ自分であればよかったのにと思うが、あなたの脳はあの夢で自分が何をしていたのかをはっきりと伝えてくる。あの夢で、自分は人を殺していた。猟奇的に、まるで自分ではないかのように。しかしあれは確実に自分だった。そしてあなたは相手が誰かも覚えている。あの時物言わぬ姿になり果てていたのはテイラノだ。そして、なぜかあなたの手には妙に嫌な感触が残っている。もしかしたらもう一人の自分の目撃情報が何か関わっているのではないだろうか。あなたの本当の使命は、もう一人の自分を倒すことだ。この秘密を獲得した者は情景で恐怖判定を行う。ティラノサウルスを買っちゃってるよ。これそれぞれ自分自身が殺しているように見えるとかかな？いや、廃校に行ったのもう一人の自分っぽいし、俺だけだろうな。怖いわ。